西流寺跡地付近左の三和市、最大寺付近に、回廊南西住裏手の奈良、ファミリー付近に、回廊北東住間の道路付近に、近道跡が位置する。西流寺跡、西流寺跡の位置西流寺は、奈良県奈良市最大寺東町付近にあった古代寺院。跡地の史跡指定はされていない。奈良盆地北部、最大寺北東の平城経雨京一条二法、現在の奈良、 ファミリーさんはティ、最大寺付近に位置した。奈良時代後期の770年頃に、聖徳天皇の遺構で創建された甘寺で、創建当時は、最大寺に続く格式を有した漢字であったが、その後は衰退し、鎌倉時代までには廃絶して、電波高化している。地域では百七十一年度以降に、発掘調査が実施されており、近道、塔、回廊、クリア、 東門、南面築地米などの遺構が検出されているが、未だ全容はつまびらかでない。現在までに、史跡整備は実施されておらず、一部の遺構のみ、表示されている。西流寺の創建については、俗日本紀神語慶運元年8月29日上に、14以上伊勢や村老人ためづくり西流寺長官、と見えることから、この年に造営が開始されたと推測される。 また、日本三大実録願行4年5月19日には、例最大寺設領西隆寺山寺、この両寺、是高野天皇創建と記載されており、西隆寺は山寺であり、高野天皇による創建で、最大寺の管理下にあったことが知られる。地域は、平城系右京一条二坊の9.1015.16坪の四丁を、占めるが、発掘調査によれば、 西隆寺造営以前には寺地を4等分する形で、南北、東西に道路が通ったことが認められている。神後慶運2年、藤原中丸の丘陵など300丁が侵入された。放棄2年には、総合院及び大安寺など12寺の印が、鋳造されて各自に分配されたと見え、そのうちに西隆寺も含まれている。また、放棄9年には、 皇太子の井兵への祈願のため、東大寺、西大寺、西流寺の三寺が付教している。長生三年の南寺寺地図長案では寺地が記載されている。その後の変遷は不詳。鎌倉時代の県庁三年の西大寺寮建築庁では、西流寺寺地が田畑として記されていることから、13世紀前半には廃絶したと推測される。近代以降の変遷は次の通り、 東後海楼後北東隅地域は、朝晶3年の南寺寺吉地図案によれば、平城京右京一条二坊の9.1015.16坪の四丁で、東西約250メートル、南北約250メートルを測る。最大時9図を超えずによれば、一条王子に接して南門が開かれ、主要伽藍として南門、中門、近道、 行動が南から一直線に廃され、南東に塔が廃される。注文左右からは、回廊が出て、近道を取り囲む。発掘調査では、近道、塔、回廊、栗や東門、南面築地米などの移行が確認されている。移行の詳細は次の通り。注文、南門は後世に作兵を受けているため、移行としては確認されていない。 地域からの出土品としては、多量の瓦のほか、文字資料として、木管、木書土器や土場、作掛け、木板、旋物などがある。なお地域での発掘調査では、西流地造営以前の乗防工事、掘った手柱建物跡が確認されているほか、弥生時代、古墳時代の土器が出土している。ありがとうございます。